サブチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ラオウのちゃんぽん生麺だけど、なんかねよく見た常温保存可能だったんだ。なんか冷たいところも置いて売ってたんで、はい、これいただきます。あとこのこちらは後で追加したものです。いただきます。うん、もうちょい煮てもよかった。一応5分って書いてあるね。5分煮ました。うん、うん、おいしい。ああ、スープも、ああコクがあっておいしい、いいですね。ああ綺麗に戻ってますね。うん、コーンとかも、うん、なんか思ったよりもね量は少なめかも。なんか具足した方がねいいかも。なんか半日分だかの野菜が取れるとかなんか書いてましたよ。うん、もう麺がねあんまりなかったんでちょっと具足さないと。うん、あ、美味しい。ちょうどいいや。ご飯、うん、だんだん野菜が見えてきた。もうスープがねいいですよね。なんかこんだけ野菜入ってるとヘルシーな感じがしますね。うん、うん、うまっ。うん、もう一杯ぐらいいけるかも。コメントで野菜とか取らないとってあったんですけど、これ撮影の合間にねできるだけ短く食えるもんで家でこれ食べないですね全然。ここでしか食事をしていない人と思われてるみたいで、果物とも結構食べてますね。はい、だって嫌でしょ、バナナ剥いて食べるのとかリンゴ食べるのとかね、ブドウ食べるだけとか。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。